仕事をしろだなんて、教会も面白い注文をつけてくる。やらせるか。やめとけよ神谷、怪我するだけだぞ。トーマ、引っ込んでろ。認めない。誰かが犠牲にならなきゃいけないなんて残酷な法則があるなら、まずはその幻想をぶち壊す。トーマ、寝ていろ素人が。私に用があるのなら好きにすればいい。これ以上トーマには手を出すな。へえ。これ以上トーマを傷つけることはこの私が断じて認めない。笑わせるな。まさかこの俺に勝てるとでも思わない。だがまだトーマを傷つけるというのなら、私はお前を許さない。なぜだかわかるか。私は上条トーマの父親だからだ。トーマさん、やめろトーマ。私を守ったところで救われる人間はどこにもいない。ふざけんじゃねえよ。救われる人間ならここにいる。俺は上条トーヤの息子だ。トーマ、ようやくいい目になったな。いいぜ、認めてやる。これより上条トーマは土御門元春の敵だ。おやおや、もうおしまいかい。トーマ、父さん。さてと、それでは皆さん、種も仕掛けもあるマジックをご堪能あれ。本日のステージはこちら。まずはめんどくせえ下ごしらえから。それでは我がマジック一座の仲間をご紹介。働けバカども。スザク、セイリュウ、ゲンブ、リャッコ。ピストルは完成した。続いて弾丸を装填する。魔術。弾丸にはとびっきり凶暴なふざけたくらいのものを、ピストルには結界を、弾丸には式神を。ちょっと待て、土御門はもう魔術を使えないんじゃ。トリガーにはてめえの手を。言っただろ神谷。エンゼルフォールを止める方法は2つ。術者を殺すことか、魔法陣を破壊すること。やめろ。神谷、お前は神崎によく似てるからな。こんな方法を使うと分かれば全力で止めたに違いない。そうだろ。そうでなければ守る意味がない。散々殴って悪かったな。ま、あんな儀式場、俺の術式なら丸ごと吹き飛ばして。やめろ土御門。そんな願いは聞き入れられないにゃ。神谷、俺って実は嘘つきなんだぜ。